黙とう。一方、総社市でも追悼式典が開催され、去年を大幅に上回るおよそ700人が出席しました。総社市では、西日本豪雨で災害関連死を含め12人が亡くなったほか、下原地区ではアルミ工場が爆発するなどし、1800棟余りの建物が全壊や一部損壊などの被害を受けました。式典では参列者が献花台に花を手向け、犠牲者を追悼しました。災害に負けずに、西日本豪雨災害、アルミ工場爆発に負けずに、みんなのいろんな方の大勢の支援にいただいたおかげなんですけれど、よくぞここまでと、前を向いているために、そういう意味での今日、この5年の節目にしたいなと。